着いたよ。ここがフィレネ王国だ。のどかで美しい場所ですね。ありがとう。見たところ周辺に異形兵の襲撃はないようだ。リトスの力は海を越えてくることになったけれど、疲れていないかい？平気ですよ。ならよかった。強引に連れてきてしまってすまないね。ここへは私の意思で来ています。どうかそんなに気を使わないでください。よかったら王城に着くまでにフィレネのことを教えてくれませんか？ああ、お安いご用さ。我がフィレネ王国はエレオス大陸にある4つの国の南西に位置している。国を治めているのは僕の母である女王イヴ。春の季節が長く、国土には緑が多く、実りも豊かだ。民も王族も平和を愛し、数百年もの間戦をしていないんだよ。素晴らしいです。歴代の王様方の統治の賜物ですね。君にそう言ってもらえると嬉しいよ。この平和を強固なものにしようと、母の代で三国不戦同盟を結んだんだ。これがある限り、同盟国である隣国ソルム王国とブロディア王国とは戦争をしない。ソルム王国とブロディア王国、自由の国と武力の国だと聞いています。その通りだよ。ソルムは自由な国風で、フィレネ王国に対してももともと友好的だったんだ。ブロディアは説得を続けて同盟を結んでくれたけれど、国王は野心的な人物でね、今も自国の領土拡大のためにたびたびイルシオン王国に攻め入っている。イルシオン王国、その国は不戦同盟に参加していないのですか？ああ、あの国はフィレネから最も遠いこともあって、交流も薄く、わからないことも多いんだ。特徴としては冬が長く雪深い国で、蛇竜を信仰している者たちがいる。蛇竜を？だからといって国全体が悪いわけではない。個人的には複雑だけれど、何を信仰するかは自由だ。神竜様もイルシオンの民や王族のことをどうか悪く思わないでほしい。大丈夫、分かっています。私が憎むべきは蛇竜、そして母さんを殺したものです。アルフレッド、次はフィレネに託されている指輪について教えてください。フィレネに伝わる指輪は慈愛の王女の指輪だ。見た感じは本当に普通の指輪で、リトスの王城で君たちの戦いを見るまでは紋章師の存在はただの伝承だと思っていた。彼らが本当に存在するだなんて、妹が聞いたら驚くだろうな。妹？この国の第一王女のことだ。名はセリーヌ。今は女王と共に城に残っているよ。お城に行けばセリーヌ王女にも会えるのですね。気軽にセリーヌと呼んでやってくれ。君に親しくされれば妹も喜ぶだろう。ああ、フルルの風車村が近づいてきた。ここを抜ければ王城が…あ、なんだか村の様子がおかしい。え？何かあったのかもしれない。急ごう。これは、異形兵がこんなに。やはり姿を見るとおぞましい気分になりますね。なんということだ。ここは平和の村だったのに。一刻も早く討伐しないと。手を貸してくれるかい？もちろんです。囲まれてしまうなんて、これじゃお兄様のところに行けないわ。セリーヌ様、ここは我々に任せお逃げください。
敵がこれ以上増える前にお早く。ルイ、クロエ、でもあなたたちが。姫をお守りするのが我らの使命。ここでやられるほどやわではありません。お急ぎください。お城の一大事を早くアルフレッド様にお伝えしないと。分かったわ、必ず戻るから、それまで持ちこたえて。すみませんね。本当ならクロエにはセリーヌ様に寄り添い、片時も離れてほしくありませんでした。あらまあ、私もセリーヌ様とルイに一緒に逃げてほしかったわ。騎士は姫に寄り添ってこそだもの。再びセリーヌ様にお会いするために頑張りますよ、クロエ。ええ、ルイ。シグルド、任せてくれ。セリーヌ、どうしてここに。母上と城にいるんじゃなかったのか。大変なの。お城にイルシオン軍が進軍してきているわ。なんだって、イルシオンが何の目的で。わからない、何もわからないのよ。お母様はこのことをお兄様に伝えなさいって。私、イルシオン軍が来る前にお城を出たの。でも港に向かう途中で囲まれて、私を逃がすためにルイとクロエが残って戦っているわ。お願い、二人を助けて。分かった。セリーヌ、紋章師の指輪を持っていますか。ええ、お母様が持たせてくださって。え、あなたはまさか神竜様。はい。ついに目覚められたのね。こうしてお話できて光栄です。紋章師の指輪はこちらに。どうぞ、神竜様。呪文が頭に浮かんできます。守れ、響きのエンブレム。
私は紋章師セリカ。争いは好まないのだけれど、大切なものを守るためなら喜んで力を貸すわ。答えてくださりありがとうございます。これがフィレネの指輪に宿る紋章師か。すごいわ、紋章師セリカ、なんて綺麗なの。私も戦うわ。お願い神竜様、彼女の力を私に貸してください。この村の民たちを、そしてルイとクロエを助けたいの。わかりました、指輪はセリーヌに託します。弓兵が多いわね。これじゃ思うように動けないわ。では弓兵は僕が倒しましょう。代わりといってはなんですが、マージは頼みます。重装兵は魔法が弱点だものね。私は魔法には強いから任せてちょうだい。たまにはお互い守り合うのも悪くないわね。新たな扉が開きそうです。あの民家、門が開いているようですね。今は異形兵がはびこっていて危険です。訪問して知らせましょう。目線いただきました。何なりと。私ですか。走りましょう。私だって。私の勝ちです。指示を頼みます。よろしくね、紋章師セリカ。ここに来る途中、あなたの声が聞こえた気がしたの。こうして共に戦えて嬉しいわ。私もよ、セリーヌ。ここからは全力で力を貸すわ。あなたの大切な人たちを守りましょう。はい。私には今紋章師の能力が宿っているのね。セリカの力を使えばルイとクロエを助けに行けそう。温かな力を感じるわ、セリカ。あなたと一つになれたのね。これならもっと強い心で戦えそう。民を、皆を守ってみせるわ。安らかな眠りよ。
指示をくれ。こちらから。うわ。はっ。うわ。上げなければ。お申し付けを。何でもするわ。いいとこに来たぜ。今のうちに民家を襲って金目のものをいただくか。強い力を感じます、この水晶から。それをどこで。神竜王城での戦闘の後、指輪の間に落ちていたものだそうです。マルス、何か知っているんですか。それは竜の時水晶。時を戻す力を持つ水晶だ。戻せる時間には限りがあるけれど、戦場で使えば有利に戦える。竜の時水晶、ただの装飾品ではなかったのですね。手に入れた以上は有効に使おう。君になら扱えるはずだ。試してみるといい。命ある限り。エンブレム、エンゲージ。私の手で。優しいですね。
43代目の実力です。平和のために戦うと決めたのよ。待っていて、今行くから。俺から行こう。エンブレムエンゲージ。少し痛めたか。行くぞ。よし。この地に降伏を。あなたを助けたいの。エイスボール。危険を知らせてくださり感謝します。これを差し上げますので、どうか元の平和な村に。
安らかな眠りよ。そこね、やっ、あなたを助けたいの。やってみせます。目線嬉しいです。剣を収めよ。せやせや。答えるな。俺から行こう。え？壊してしまいましたの？私にできるなら。行くの？安らかな眠りよ。めでたしめでたし。無事ね。セリーヌ様、あなた様もご無事でよかったです。おや、そのお力は？紋章師セリカの力よ。神竜様が指輪から権限してくださったの。神竜様が？詳しいことは後で説明するわ。まずはこの場を収めましょう。もうあなたを置いていったりはしない。ここからは共に戦いましょうね。もちろんです。セリーヌ様と紋章師、なんと美しい組み合わせなのでしょう。
や、押されているか。砦にいる異形兵たちを出撃させよう。ありませんわ。助け出す。感謝するよ。竜の守り人として怯むことはない。お腹が空いたわ。
はい。失礼いたしました。クロエ、無事でよかった。セリーヌ様、あなたたちのおかげでお兄様と合流できたわ。それから神竜様とも。神竜様は私の持っていた指輪から紋章師セリカを権限してくださったわ。神竜様に紋章師？まあ、まるでおとぎ話のよう。この力があれば足手まといにはならない。ここからは共に戦いましょう、クロエ。もちろんです、セリーヌ様。遠慮しないで。ええ。いい眺めです。逃がさぬぞ、フィレネの姫。はい、ごめんなさい、神竜。これ…アルフレッド・マイル。外に化け物が。知らせてください。ありがとうございます。お礼にこれを。
逃がさぬぞ、フィレネの姫。紋章師様、お願いします。力を貸してください。みんな見ていてください。行きます。正規兵さえ率いていれば、この私にだって。危なかったね。大丈夫？助けてくれてありがとうございます。あなたは私の命の恩人です。そんな当然だよ。困ってる人がいたら助けなきゃ。あなたは一人でここに来たんですか？うん、戦ってるのが見えたから、私も力を貸せればって。
勇敢な方なんですね。実は私は異形兵が苦手で思わずひるんでしまったので助かりました。そうだったんだ。自己紹介が遅れましたね。私の名前は。素敵な名前だね。私はベイル。ベイル。ちょっといいかい、マルス。異形兵がいなくなったとはいえ、ここはまだ危険かもしれない。見たところ彼女は兵士ではないようだし、家か宿まで送り届けた方が。それもそうですね。あのベイルはどこから。え、あれ、いなくなっています。神竜様。セリーヌ、今ここに来るまでに女の子を見ませんでしたか。小柄で長い髪で。女の子？いいえ、見ませんでした。そうですか。すみません、何かありましたか。神竜様にお礼を申し上げたくて。アルフレッドお兄様から聞きました。フィレネーの救援依頼を受けてくださったこと、それからここで助けてくださったことも、本当にありがとうございます。いえ、いいんです。アルフレッドから聞いているかもしれませんが、私たちは友達なんですから。友達？お兄様がそんなことを。ごめんなさい、なんて無礼な。信仰の対象たる神聖な神竜様を友達だなんて。そんなに崇めないでください。母はともかく、私は立派なものではないんです。目覚めたばかりで世の断りにも疎くて、失敗することもたくさんありますよ。そうなのですか。てっきり神竜様は全知全能の存在だとばかり。失敗もされるだなんて、なんだかとても親しみやすく感じてしまいます。セリーヌさえよければ仲良くしてください。もちろん喜んで。これからよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんと。
なあ、あんたら、ちょっといいか。え？突然話しかけてすまない。俺は武器屋、こっちは道具屋だ。さっきのあんたたちの戦いぶりを見ていてね。もし武器や道具が必要ならどうかと思ってな。強い武器、良い道具を提供することで化け物の討伐に貢献したいと思っていますの。行商の旅をしている我々にとっても奴らは脅威ですので。それなら私たちの活動拠点に店を出す気はありませんか？神竜様、あの場所にはまだ施設がありませんし、彼らが来てくれれば助かると思うんです。あんたが俺たちに店を出させてくれるってのか？あなた方が良ければ。我が軍はこれから武器や道具を必要としますし、拠点は安全で化け物も出ませんよ。そりゃいい。ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。より良い品をご提供できるよう尽力いたしますわ。フラン、申し訳ありません。お邪魔でしたか？ちょっとだけ。ごめんなさい。神竜様ファンクラブの名誉会長として応援しているだけなのですが。ファンクラブ？はい、神竜様のやる気が高まるように勝手ながら一生懸命応援させていただいてます。そうなのですか。ありがとうございます。でもこんなに至近距離で応援されると。わかりました。ではもう少し遠くから応援させていただきます。神竜様、しっかり。遠くに行ってもらってもあまり関係なかったみたいですね。そろそろ時間よ。こっちは準備万端だよ、フラン名誉会長。これより神竜様ファンクラブ定期会合を始めます。わーわー。今回はファンクラブを盛り上げるためにできることは何かを話し合いましょう。クラン、あなたはどう思う？やっぱりファンを増やすためには布教活動が必要だと思うんだよね。そうね、私も同意見よ。でもどういう活動が一番効果的なのかしら。そのアイディアならあるよ。
神竜様の素晴らしさを伝える冊子を作ればいいんじゃない？冊子？神竜様は信仰対象として有名だけど、その素顔を知る人は限られてるよね。だから素顔を知る僕たちがそれを多くの人に伝えればいいんじゃないかな。おお、それはいい考えだわ。じゃあ例えばこんな感じかしら。表紙にバーンと神竜様のお顔を描いて、特集神竜のすべてと銘打つの。そして中には神竜様に直接聞いたいろいろなお話を掲載。好きな食べ物や好きな武器なんかも載せて、神竜様を身近に感じていただくのよ。ダメかな。いい。僕が思ってたのより堅苦しくなくてすっごくいいよ。さすがはフラン。ありがとう。クランの案のおかげよ。じゃあ二人で冊子を作って街で配りましょう。神竜様のファンがもっともっと増えるわよ。え、街で配るの？この生き物は一体？おお、見つけられましたか、神竜様。バンドレ、この子のこと知っているのですか？あなた様がお目覚めになる少し前より時折姿を現すようになったのです。ルミエル様に伺ったところ、どうやらソラネルの守り神のようなものらしく、古くからここに住み着いていて、ルミエル様の幼き頃に遊んだこともあるとか。母さんの幼い頃に？ずいぶん長い間生きているのですね。なんだか親近感を覚えてしまいます。この者も神竜様のことを気に入っているようですし、よろしければお世話をして差し上げてはいかがでしょう。ソラネルの守り神であるのなら何かご利益があるかもしれませんぞ。そうですね、せっかく出会えたのですから仲良くしたいです。この子の名前は？この名で呼びましょう。これからよろしくお願いしますね。名をもらって喜んでいるようです。今後を見かけたら話しかけると良いでしょう。